中津川市まご宿中津川市中心部周辺の空中写真。1976年撮影の2枚を構成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。中津川市は岐阜県の南東部に位置する市である。長野県に隣接しており、古くより木曽谷や稲谷との関係が深いが、近年は、 名古屋市などとの関係が強くなってきている。地域を断層が縦横に走っているため産地が多く、木曽川に流れ込む河川はどれも小規模だが清流であり、木曽川水系においても水のき麗さの点では有数の地である。丘陵地が多い東農において、北部と南部を中心に産地が広く分布する点が特徴である。南部では、 市の中心部からも見える基礎山脈最南端の江那山とその前面に、崎山、穂、古山など、廟部山々系が北東南西方向に連なり、北部では、あてら山地が北西南東方向に山を連ねている。市の北部は、平成の大合併により、中津川に編入された恵北地域である。どちらも第四期における、 断層運動により形成された断層崖であり、特に恵み北地域を縦断するアテラ断層は、地学的にも名高い。最も標高の低い場所で230メートル全域として見た場合は、各河川の流下方向に沿うように東から西へ向かって標高が低くなっている。断層運動によって、相対的に沈降した盆地に基礎川、支流な勝川、 四爪川が流れ込んで形成された傾斜のある断球面上に市街地が分布する坂の多い町。地域を東西に横断して流れる木曽川と市街地との間には丘陵があり、木曽川とその支流は交流地点周辺において先行国の様相を示すことが多く、市の西部は苗木河河岸の基岩が連なる継承地、江奈京を形成している。市北部、 休憩北地域は、アテラ断層沿いの低地を、北から白川付近川、川上川が流れ、南の木曽川に注いでいる。白川のみは、清流し、飛騨川に注いでいる。各河川沿いの低地や断球面上に集落が、連なるように分布している。中津川市の中心部は、かつて、中仙道の宿場町、中津川宿として栄えた中津地区である。 ここは今日でも宿場町ならではの歴史ある家屋が、軒を並べている。前述の中津川、四爪川はそれぞれえな山、先山を源流とする川床勾配の大きな急流河川であり、過去に幾度となく氾濫してきた。四爪川とは、四回目の氾濫を意味する説がある。宿場町は、中央本線の中津川駅よりも少し高い場所にあり、1932年の、 四つ川の氾濫により、駅周辺が被害を受けた際も助かったとされる。中津川市の地名も参照。旧江名郡坂下町、川上村、鹿島村、つけち町、福岡町、昼川村の三町3村を恵み来たという。旧中津川市域と福岡地区の一部で、東農用水を使っているが、近隣の排水地より、標高の高い分断等は使用していない。 また、それ以外の地区にも、大ね簡易水道が引かれている。中津、坂本地区には、公共下水道が引かれている。苗木、落合、まごめ、坂下、つけち、福岡、昼川地区には、特定環境保全公共下水道が引かれている。中津川市議会、なお、名古屋市の中津川野外教育センターが、市内苗木に置かれているため、 名古屋市の小学生はここで宿泊研修を行う。学校図書館を除く中津川駅市の中心となる駅、中津川駅、中津川駅前を発着するバス路線、中央自動車道の中津川インターチェンジ及び中央道まごめに停車するバス路線、中央自動車道の中央道まごめに停車するバス路線、その他中津川市内のバス路線、 須谷の栗金と中津川市は、東海東山方言の中の美野弁に属するが、農美平野で話されているような連母院の融合はない。長野県に接しているため、新州弁の影響が強い。特に以前は、長野県であったが、岐阜県中津川市に、古志県が合併した旧山口村や旧三坂村はその、傾向が強い。また、雛に接する旧鹿下,下村は、日田弁の影響が見られる。 市内は全域0573であるが、昼川地区のみは、えないであり、この地域への通話は、市内でも市外局番が必要である。なお、まご地区は2009年2月28日まで、合併前と同じ0264を使っていた。広報資料、プレスリリースなど一時資料統計資料、ありがとうございます。